はい、やってまいりました。今日もダンです。今日はこれマネケン知ってます？マネケンになってるよな。うん、マネケン。このションベン小僧が書いてるワッフル屋さんのワッフル全種類買ってきました。まあ全種類って言ってもめちゃめちゃ少ないんで、まあシンプルな動画です。じゃあちょっと出していきます。はい、ということでこれ6つが全種類でした。めちゃめちゃ少なかったですね。うん、今日はだからお腹いっぱいというよりかはマネキン食べっていう感じでございます。で、もうマネキンこれ以外にもなんかワッフルサンドみたいな中にクリームが入ってるやつあったんですけど、あれは昨日出勤前に買いに行ったんで賞味期限切れそうだったんで買わなかったです。で、こいつらを食う前に今日はタンパク質としてこいつ食います。このプロテインバーめちゃめちゃうまいんですよ。結構プロテインバーの中じゃダントツですね。ちょっと開けてみます。こんな感じ。まあプロテインバー見た目は、うわ中ふわふわ。これだけでカロリー230キロで、タンパク質は20入ってます。おすすめですね。これはダイエット中でも食えるんで、結構いろんな味あるんですけど、今後どっかのタイミングでいろんな味買って前の紹介みたいな感じで紹介します。これうまい。はい、ということでこの6種類今から食していきます。昔からお土産とかでマネケンのワッフル一番好きやったのはチョコレートなんですけど、何気食ったことがないのがこの抹茶、抹茶味のってあんまり僕食わないですよ。なんでこいつからちょっと食べていきたいと思います。うん、うまっ。では中に小豆入ってる、この黒いので砂糖も入ってて、うん、でも甘すぎない。でも抹茶のほろ苦さもありながら全然苦さが強くないから、結構ちっちゃい子とかでも食えそうなほんのり甘い感じ。甘すぎひんから甘いの嫌いな人も食えると思う。これうん、うまい。あんま抹茶味の何々とか好きじゃないんですけど、これは全然好んで食いますわ。うまっ。まあ次どうしよう。じゃあちょっと期間限定をね食べていこうかな。栗見つけちゃったんさ、栗もうあってことですかね。これもちょっといただいていきます。うん、マロン。かじる前からマロン、かじって噛めば噛むほどマロンで、砕かれた栗こんな感じで、栗かな、栗が中に混ぜ込まれてるんですよ。そのおかげかめちゃめちゃ栗、モンブランと同じレベルでクワンって口の中広がってくる。これもうまい。ということで次はどれにしようかな。メープル、これメープルのはずです。匂いがメープル、めちゃめちゃメープル。これいただきます。うん、なるほどね。これはかじった時より噛めば噛むほどメープルの風味がふわんと広がっていく感じなだけであって、最初はもうプレーンと変わらん感じする。二口目からもうメープル、メープルってうまいよな。もうだいぶ顔がねスタートするところで太ってきました。今のあっ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 外れるかと思う。今ね、次これも期間限定のチョコレートです。チョコの生地の中にチョコが入ってるダブルチョコ。うん、チョコやきた、カカオの感じ。うん、これ美味しいわ。ザ・チョコパンって感じとクロワッサンのチョコに2つ似てる。あ、俺個人的にはこのチョコレートワッフルの方が好きかもしれん。普通のノーマルタイプうまいけどな。マネケンって言ったらこっちだわ。やっぱね、一番好きなものは最後にということなんで、プレーン。こんだけ色の味取った後にプレーンか。味感じるかな。うん、ワッフルや。これぞワッフル。次は、ラストチョコレート。めっちゃうまいな。これだけでもいいぐらい。ただのプレーンにチョコがかかっているだけなんですけど。これが一番うまい。いざラスト、10食。これや、こっちのチョコの風味の方が好きや。うん、こっちの方がチョコって感じする。あれちょっとの幸せ。 Last one bite 終わってしまった。なんかいつもこういうのって苦しんで終わった言えのに、ごちそうさまでしたっていう感じでございます。ということでね、今回の動画はシンプルに以上でございます。でね、もう僕のね食欲というか食べたいって欲求がね、初期と比べてやっぱもう食べれるようになってから抑えられてるんで、あの爆発的チートはもう最後の方かな。1月から減量するんで、それに近づいてきたらちょっともう一回やろうかなと。1万キロカロリーチャレンジなんで、近々は食べてみた系のね、ただ食べてる動画をねアップしていく。
もし興味があれば継続してみてください。まあ、今回の動画も良かったなと思えば、グッド、悪かったらもうグーで気に入ってもらえたら、チャンネル登録もお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。また次回お楽しみに。バイ。